水癌は、水臓から発生した岩種。水臓癌とも呼ぶ。早期発見が非常に困難な上に進行が、早く、極めて予後は悪い。水臓の位置。水頭部に相胆管が走行しており、これが,が、癌に巻き込まれると横断が出現する。自覚症状としては、腹痛や体重減少などがあるが、特異的な症状はなく、早期の場合はほとんどは無症状で、 多くは進行してから発見されることが多い。人間ドックや、偶然 CT や超音波検査の画像検査によって、発見される以外では、水張り部、水頭部がんでは、腫瘍が相単管を閉塞して、横断を生じたり、酸素欠乏によるランゲルハンス等の活動低下により、糖尿病が悪化したり、心当たりがないのに、血糖値やアミラーゼ値が上昇するなどという形を、 体することがある。2004年における10万人ごとの水岩による、死亡者数データなし1人、以下1人2人3人4人5人6人7人8人9人10人10人。以上厚生労働省の統計では日本において、水がん死亡者数は、毎年約2万2000人以上であり、がん死亡順位で男性で5位、女性で6位で年々増加傾向にある。水岩は、肝臓、はい 骨によく転移する。また、骨転移の頻度は1から3%である。発症の危険因子としては、以下がある。血糖コントロール悪化で入院した、糖尿病患者の1.14%に新規に、膵癌が指摘された。遺伝的症候群と、その関連した、遺伝子遺伝性膵炎、家族性大腸腺腫ポリポーシス、ファミム、ポイツ、 ジェガーズ症候群などの遺伝性疾患では、水がん発生率が高く、遺伝性水岩症候群とも呼ばれる。日本人においては、糖尿病と水がんのリスク増加は、関連がある。糖尿病と、岩理観に共通する危険因子により関連している、可能性がある。糖尿病により、水がんリスクが高まる基準としては、高インスリン血症。 高血糖、炎症などが考えられる。発生する部位によって、以下の通りに分類される。水がんの組織像。水管由来と思われる、ん細胞が増殖している。水像は、水液を酸性する、線胞、水液を運ぶ水管、および内分泌線である、ランゲルハンス島などからなる。がんは、いずれの組織からも発生しうるが。 それぞれ全く異なる性質を示す主要となる。以下の画像検査を行うことで評価を行う。水眼の病気分類には、日本水蔵学会の水眼取扱規約と、国際的な有分類の二つがあり、日本では主に、日本水蔵学会の進行度が用いられている。いずれも TNM 分類をもとに、四段階の進行度に分けられる。進行度により、手術、 全身化学療法、放射線療法、あるいはこれらの組み合わせが行われる。進行度は治療の観点から以下の3段階に分けられる。外科的切除が根治的治療であるが、発見時には進行していることが多く、手術不能の場合が多い。腫瘍を含めての水切除術が行われる。最も侵襲が大きい手術の一つでもあるため、適応術は、 患者の年齢や全身状態を考慮して検討される。高難度手術であるので、高度専門医療機関や、ハイボリュームセンターでの手術が望まれる。また、水前的術は、予後、QOL を考慮しあまり行われなくなってきている。また、腹部大動脈周囲や、上腸管膜動脈周囲のリンパ節覚醒は、手術侵臭が大きい上に生存率に改善がない、ため、 施行されなくなってきている。他、不可逆電気線工法があり、こちらの場合、回復と戦士の二通りが考えられ、後者の場合侵襲度が低い。血管に浸潤にした、切除不能水んも治療できることが特徴。外科的切除後に行われる、化学療法としては、以下がある。 術前化学療法の効果を検討した試験では、一っ群で優位に生存期間が延長したため、術前に、ジェム S-1 療法を行う。ボーダーラインリセクティブル症例については、術前に、S、S-1RT、またはフォーフェラノックス、または、ジェムナブトクス療法を行う。全身化学療法としては、以下がある。以下の3つは、 ジェム単独療法と比較して優越性を示しており、後にレジメンが現在の標準的な一時治療である。ブリカイ弁子変異陽性の治癒切除不能な水岩におけるプラチナ系抗がん剤を含む化学療法後の維持療法を適応症としてオラパリブが認可されている。二次治療としては、ジェムベースの一時治療を行った場合は、フッカピリミジン系薬剤ベースのレジメンを フォーフェラノックスなど、フッカピリミジン系薬剤ベースのレジメンを行った場合は、ジェムベースのレジメンが選択される。一時治療にジェムベースのレジメンを選択した場合の二次治療として、ナップリーマイナス1試験の結果よりよりなるイリプラス 5FU、LV 療法が適応を有している。多臓器への転移はないが、動脈浸順などのため切除不能な局所、進行水癌に対しては、 化学療法と放射線照射を同時に行う化学放射線療法が行われる。また、回復手術を行い病巣付近に集中的に放射線を照射する方法も行われることがある。水がんの予後は非常に悪い。5年生存率は部位別がんの中で最下位であり、治療が極めて困難ながんの一つである。 罹患者の2割が外科切除の対象となるが、リンパ節転移が早い段階で見られ、切除が行われた場合でも約7割が再発する。ありがとうございます。